サムちゃんです。ちょっとね光が入って眩しいですけど、はい、今日はね神奈川で朝降ろしてきまして、初めて行ったとこなんですけどね、結構分かりにくい、厚木のインター降りて、降りたらすぐねもうなんかゴネゴネしたちょっと住宅街なんか入りましたけど、はい、ということでね朝降ろしてきまして、でまあ静岡でも今日2箇所積みかな、2箇所積みで積んで、明日は2箇所降ろしっていう形で、ちょっとね眩しいな太陽かな、明日はね2箇所降ろし、大阪の2箇所降ろしかな、明日はそんな感じでなっております。はい、ちょっと前が遅いから行ってから話しましょうかね。うん、ということでね明日大阪なんですが、明日南港、久しぶりの南港でね、いつもと遅いんですけど明日に限っては朝6時から休憩ってことで、2箇所おろしなんで、ね、やっぱり時間早いんでしょうね、そういう感じで、なっております。はい、ということでね、まあちょっと今時間が、2箇所積んできたんで今日は5時半か5時半ぐらいですね。はい、で今から今もう走ってますけど、荷物を積んで走ってますけど、岡崎、この先岡崎ね、行ってそこでまあシャワーして、でまあちょっと時間的に12時調整で行きたいんで、とりあえず一旦あれですね、休息っていう形で、ご飯取りましょうかね。4時間の休息を取って、あと現場着いてから6時間の休息ですね。はい、ということで、明日はそんな感じで行きたいと思います。まあもうね岡崎ちょっといっぱいな可能性もありますけど、まあなんとか止めてお風呂は入りたいと思います。では後ほど。はい、ではね岡崎サービスエリア今着きましたんで、今からご飯を作っていきたいと思います。はい、今から着くのはね昨日残してました、もう早め使わなかった、ブナシメジ、の半分と、あともやしで、あとピーマンをとりあえず1個か2個使います。で、あとは今日使うのは胸肉、鶏の胸肉を使います。でもね、このちょっと全部使うかどうかはちょっとわかりませんけど、ちょっとあんまりね、置いとくとしたのはやっぱり今暑なってきたんで、傷む可能性もあるんで、まあ極力全部使い切るような感じで、まあ一部はちょっと明日のお昼とかに回すような感じにしていきたいと思います。それでは、作っていきます。さあ、何ができるかな？お楽しみ！ピーマンをとりあえず。はい、ピーマンはちょっと今日は切っていきましょう。段取りが悪いですね。はい、ピーマンね今日は2個使いましょうか。ちょっとね野菜多めで明日の分も使うっていう形で2個使いましょう。で、袋を用意して、ゴミをちゃんと入れるようにしましょう。はい、じゃあいつも通り枝を、まずは
前回やってるんでピーマンもうそんなに失敗はしないと思います。この中でね取ってしまいますよ、枝は。はい、こんな感じでピーマンまずできました。であとピーマンはね、もう皆さんお好みでいいんですけど、今日はちょっと細めに染めに切っていきます。染めに切っていきます。これは染めに染めてみましょう。よし、じゃあピーマンを一旦こっちに移しましょうね。で、まあね、酒とかみりんとかあったらいいんですけど、そんなもないんで。よし、はい、では今日も取っていきますよ。はい、はい、油は引きましょう。はい、油引いておきます。で、まずはほならお肉からね、今日はお肉火通さなあかんので、お肉からやっていきましょう。でもこれでもね、鶏の若鶏のもも、もも今日使いますけど、ほんまは胸とか使った方がいいんですけどね、ちょっと胸がなかったんで今日はももを使います。胸の方がほんまはいいかな。うん、
じゃあここでね、さっきやったピーマン、はい、ネギ、で、順番は分かりません。今正解かどうかも分かりませんけど、こんな感じで、どうなって、はい、ちょっと炒めたら、はい、これね、はい、オイスターソース、今日はオイスターソースで入れます。まあ、ポン酢でも焼肉のタレでもこうね、皆さん好きなやつをオイスターあまり使わないんで早めに使っておきましょう。いいですよ、ちょっとちょっと中華的な感じで、どうしてるかな。今日はね、いつもなんか別々に食べてるんですけど、今日丼でいきたいと思います。はい、中華風焼き鳥丼の完成です。中華風焼き鳥丼の完成です。はい、では食べていきたいと思います。さっき見せました、ほら、あ、すげーうまそう。鶏が火通ったから、多分スライサーで火は通ってると思います。まずは鶏からいただきます。見えますか、うそうでしょ、すげーうまそうでしょ。うん、バリうま、あ、美味しさやん、いいっすね、鶏に合います。うん、うまいけど、やっぱりドンって言ったらつゆだくでしょ。すっごい言われてます、つゆだく、うん、失敗した。これね、今まだ半分残ってますけど、このオイスターをちょっとかける忘れとか、うん、このオイスターのタレをこうかかったやつ、これ食べましょう。これでね、あー、うまい。染み込んだ、わわーっとすごい、ご飯できたてやしね、やっと、うん、うん、うまっ、これがいい。あ、あのチンジャオロース、チンジャオ入れるなら、チンジャオロースの焼き鳥丼みたいな感じです。すごいこれ、鳥いいですね、ヘルシーだし、もうじゃなくて胸もいいと思いますよ。うん、うん、うん、野菜何でもいけるね、本当ね。
はい、オイスターを使えば割とあっさりできますし、まあ、ポン酢でもいいですし、であとちょっとこってり食べたいなという時は焼き肉のタレ、これがまたいいと思います。はい、ということで、もうこれ1回食べて、あと残ってる分はね、明日のお昼、まあ、タッパあるんでタッパ詰めて明日のお昼用にちょっと残して、あと残ってるご飯はちょっとあるんで、それはおにぎりにして朝ごはんにしていきたいと思います。で、あとまあこの食べて2時間ぐらいですかね、2時間ぐらいでまた出発、今日は大阪行きなんで大阪の方に行きたいと思います。それではゆっくり食べたいと思います。